クモヘリカメムシレプトコイーザチャネンススは、細ヘリカメムシ科のカメムシの一つ。細身のカメムシで、稲の害虫としてよく知られている。とても細長い体型のカメムシ。体長は16ミリメートル前後。生きている時は、黄緑色だが、死ぬと黄色に変色する。頭部は小さくてその先端は縦に3つの部分に分かれ、その内両外側の部分が互いに密着して席に突き出る。 腹眼は黒くて、頭部の側面にあり、その前後に黒褐色の筋模様がある。触角は細長く、全体には黄色だが、第一節の末端、第二、第三節の先の片半分、それに第四節の大半が黒褐色になっている。なお、先端の節が一番長い。前胸は細長く、その前縁部は区別されて襟のようになっている。また、 側面縁沿いは紅白色になり、後ろの縁は不規則な隆起が並んでいる。小立て板は細長くて先端が尖っている。前肢は畳むと腹部の末端に届き、先端側の膜質部が大きくて淡かし色を帯びていて透明。体の仮面は炭鉱色。ふわしはとても細長く淡かし色だが、形節の先端部と布節は特に色が濃い。宿主植物としては、 稲科植物で、犬比エ、オヒシバ、エノコログサ、メヒシバ、オガサワラスズメのヒエ、タチスズメのヒエなどが挙げられる。本種は稲の害虫としても知られるが、稲の穂が出る。前後の季節には、周囲のこれら稲化雑草の上に生活している。通常は年に2世代を経過する。越冬は成虫により、関東地方では杉林の臨床のシダの間などで発見されている。 春になると、メヒシバやイヌビエなどの上で活動を始め、6月頃から産卵が始まるが、産卵はかなり長期にわたり、6月下旬から11月まで、成虫も、隠れ幼虫も見ることができる。卵は、稲などの葉裏に20から30粒をまとめて産みつける。成虫は昼間に活発でよく飛翔するが、夜間に10日に集まることも観察される。 生活史に関しては1年間の世代数は地域によっても異なるらしい。鹿児島県では飼育実験をもとに最大で4世代を経過するという推定があり、滋賀県では越冬生虫が6月上旬に飛来して、あとに2世代経過、つまり年3世代という調査報告があり、逆に茨城県北部では7月に飛来し、年に一ないし2世代との報告がされている。 日本では本州、四国、九州、壱岐、津島、南西諸島、小笠原諸島と本州以南に広く分布し、国外では台湾、朝鮮、中国から東洋区一帯に広く分布する。日本各地でごく普通種である。本種の含まれるクモヘリカメムシ属には、世界では東洋区を中心に6種があり、そのうち日本には3種が知られる。 本種以外の二種は以下のものである。これらは本種ととてもよく似ており、若干の斑紋などの差はあるが、区別は難しい。幸いにどちらも本土にはおらず、前種は甘美大島以南、後種は大隅諸島以南に分布する。いずれも稲の害虫である。日本本土では赤レベルで異なるものであるが、姫雲クモヘリカメムシ属ポープリーズアスのものが2種知られる。 ヒメクモヘリカメムシピーユニカラーとニセヒメクモヘリカメムシピーブルガリスでいずれも本州以南に広く分布する。本種とかなり似ているが、これらは頭部が大きくて全胸とほぼ同じ長さがあり、頭部の小さい本種とは比較的判別が容易である。ただしこの2種は20世紀中は混同されていたものである。なお、これら2種は稲荷でも主に刺さる意につく。 ちなみにこの前種はこれまで名の上がったものの中で唯一、北海道に分布がある。北海道でこんな虫を見たらこの種と判断できる理屈である。オクモヘリカメムシなお、名前が似ているものにオクモヘリカメムシホーミアサース、ストライコーニツがあり、外見的にはどこか似ているが、こちらは16から22ミリメートルに達するかなり、大きなカメムシで、体の幅もずっと広い。分類上も、 別の都がに所属するもので、種としてネムの木を祝種とする。しかしながら、本種の名前の影響で稲の害虫と言われたことがあったという、稲の害虫として著名なものである。これは日本に限らず、東洋熱帯域の各地でも古くから稲の害虫として非常によく知られていた。稲につくカメムシは種数がとても多いが、その中で、 特に深刻な被害を出す種としてその名が挙げられる。幼虫、成虫ともに稲の穂から吸収する。稲の穂の当熟の初期から後期まで加害するが、特に入熟期の死実粒を好む。当熟の初期に加害を受けた場合、稲は葉こそ育っているが穂が実らない、いわゆる、青立ち症になり、死ナやクズ米が多くなる。このために本種が多く発生した場合、 その水田の収穫が皆無になる場合がままあるという。当熟の中期以降に加害を受けた場合でも、他のカメムシの加害に比べて、死実粒の変質以上の起きる率が高く、被害粒率に比べ、形が普通の反転米の発生率が低い。成虫、幼虫ともに加害する際に、稲もみのうち A と、外への縫合部の内へから斜めに興奮を。 差し入れて吸収するという特殊な特徴がある。そのために被害部位は米粒の側面に出る場合が多く、中ほどより先端側に出ることが比較的多い。本種は稲科植物に広くつくので周囲の雑草から移動してくることが多く、また稲刈りの後にも越冬までの期間をそこで過ごす。被害は山間地、特に山際の水田でよく発生し、これは 越冬地が森林の臨床であることに関係するらしい。また、稲が穂を出す前には、周囲の雑草、エノコのグサなどの穂の上に出現するので、それを見ると発生の方が判断できる。同一地域では早くに穂の出る水田に被害が集中しやすい。また一つの水田でも周辺部に発生することが多い。稲以外の稲科雑穀にも加害する。稲科の牧草にもつくが、 こちらでは、実質的な害はない。稲科以外に、豆科の牧草も加害することがある。その他、時に、未完類の果実から吸収して加害することがある。以下、種として、石井ほか、P216 安永ほか、P207、梅谷、岡田、P33 以下、種として、梅谷、岡田、P33 竹内ほか、石川ほか辺、P411、 石井ほか、P216 以下、石川ほか編、P411 以下、石川ほか編、P412 高石、P138 以下、主として、梅谷、岡田、P32 から33、石井ほか、P216 野沢では、反転米を作る主が65主、としている。野沢、P21 のブン京編、P363 以下、のブン京、 P364 から365、梅谷、岡田、P77、梅谷、岡田、P685、梅谷、岡田、P695 安永穂か、P207。ありがとうございます。